僕が大統領やってる理由が一つだけあります。いくら年齢を重ねても必ず人は成長できる。それを確かめるためにやってます。たった一つのことですが、深みを出すため自分が諦めずに続けることに意味がある、そう思って取り組んでいます。答えはすぐ出ません。うまく言えないんですけど、皆さんの中でお一人でもこの60歳が非常にできている姿を見て、明日ちょっとでも前に進んでみよう、そう思っているのが僕は嬉しいです。彼女は会社と違って給料は一時間以上になって、社会に入ってきないと差別が進んで、本当にこの中で再現されています。僕は分かっているのは、実際に持ち帰りつもりを下げていきます。